で漆の特に褐色の場合はその最初のデザインがすごく大事でして、そこがきっちりしないとなかなか完成までこぎつけられないということがあります。うちは代々ではなくて父親の方が漆の職人であり作家であったので、もともとその生まれた時から家に漆があった環境に出ましたんで、でまあ自然とということになると思いますけども、漆師の修行は10年とか言いますけど、まあまあそれぐらいはやっぱりいると思います。漆の技法っていうのはやっぱり日本国内の中でもおそらくかなり一番多いと言ってもいいぐらい枝分かれしてる技法なんです。クラゲオなんかは最初ギャラリーに見せた時はちょっとっていうふうには言われたんですけど、ニューヨークの個展で出したら真っ先に売れたんですよ。でまあそれからは結構真っ先にそれを作ってくれて、どんどんこの割合がこうクラゲの占める割合が増えてますね。僕の作品なんかは特に立体の箱をよくやるので、図案が一つできるのでもやっぱり長いとも半年とかかかったりもします。でまあ、特に箱物っていうのは、まあ、漆でやる場合は多分一番難しい。やっぱりその一つのものでも蓋と実とあっていろんな面があって、であと中がその全てをやらないとダメっていうことで、日本の場合は結構中をやらない方っていうのは多いんですけど、海外の方っていうとやっぱり外に仕事がしてやったら中もそれにふさわしい仕事してないとこう釣り合いが取れないというふうによく言われるんで、海外に出す場合はやっぱり中の作業はするようにしてます。例えばまあこれなんかこういうふうに、これまあなし地っていう作業ですね。まあ、昔からすごいものっていうのは箱物なんか、昔のものでも全部中はなし地仕上げっていうのが多いですね。ニューヨーク の個展なんかでもやっぱりガラスケースから出してお客さんなんかに蓋開けて見せてね、よくやってますね。